さんこんにちは、てっちゃんワールドのてっちゃんです。今回はですね、ちょっと春らしくなってきたので外からお送りしたいと思います。まあ誰にも聞かれてないんですけど、ちょっと撮影機材を紹介してみようかなと思っています。もうこれがことなんですけど、まあ、普段使っているのはこちら400mm レンズをつけたもので、普段鳥とか、野生動物とか撮っています。2つしかないので交互に撮り合うしかないんですが、こちらをつけて撮っています。今こちらの動画に後で切り替えますけど、すごい広角です。 EOS7D ももう使いまくっちゃってもうボロボロになってきましたけど、早く 7D Mark II 出ないか待ってるんですけどね、なかなか出ないですね。140mm レンズもかなりボロボロになってます。 Sigma のレンズをつけるとこんな感じになりますね。こちらが Sigma の 20mm レンズをつけたい 7D で撮ってる画像です。全く画角が違いますね、本当に。それでもう一つ、このコンデジニコンの P310、 動画はほとんど6割7割方このコンデジで撮ってますね。僕も撮ってる。ちょっと風の音がうるさくて声聞こえるかな。こちらで撮影してます。これでどうやって鳥を大きく撮るのかと言いますと、ですね、このようにアダプターというかブラケットをつけまして、こちらのフィールドスコープに接続します。あそこにカモメがいると思いますが、ちょっとわかるかな、カモメいるの。接続して撮ってみたいと思います。先ほどは三脚にスコープをつけてましたが、こんな風に自作のカーマウントに乗せて車の中から撮ることもできます。まあ、こんな感じですね。もちろん動かせます。分かりづらいですね、カモメも。まあ、そういうわけで今回はここまでです。また次回をお楽しみに。